八戸中央製菓株式会社と八星商事株式会社が15日火曜日、八戸プラザアーバンホールで創業90周年の記念祝賀会を開きました。会場には社員や関係者ら276人が出席し、創業90周年を盛大に祝いました。祝賀会では初めに記念ムービーが上映されました。続いて八戸中央製菓の横町義隆代表取締役社長が会社の歴史を振り返るとともに、100周年を成長発展し続けていく中で迎えるために理念と情熱を受け継ぎ、一層の努力を積み重ねていきたいと挨拶を述べました。また熊谷雄一八戸市長が、食の面でこれからもこれまで以上に地域貢献してほしいと祝辞を述べ、大島忠盛前衆議院議長らによるお祝いビデオメッセージも紹介されました。この後鏡開きと乾杯が行われ、祝賀会に出席した人たちは創業90周年を祝っていました。